です。こんにちは、シャキです。今日は赤ちゃんガメたちのことを取り上げていきます。今年は10匹の赤ちゃんガメが孵化しました。その中の3匹が孵化してから約2ヶ月、全くと言っていいくらい食べてくれませんでした。今映っているこの子たちなんですけどね。それで何をあげても食べてくれなかったのが、いきなりディスカスハンバーグを食べてくれるようになったんです。けど食べてなかったから小さいんだよね。そうなのよ。だから早く大きくなってほしいと思って、食いつきのいいディスカスハンバーグをあげています。一生懸命に食べてるよね。うん、小さいけど一生懸命で可愛いでしょ。ですね。ですね。けど他の子もディスカスハンバーグが好きだから食べに来ちゃうのよね。あ、来た。見てください。同じような時期に孵化したんだけど、こんなに大きさが違うんです。小さい子が何回かかけて食べてるのに、一口で食べちゃうのよね。これ食べる量が違うからさ、大きさの差が縮まないんじゃないの。うん、そんな感じがするよね。だからまた別々にした方がいいんじゃないの。けどいいのよ、小さくても可愛いし。それにこれが弱肉強食の世界なのよ。え、弱者にも配慮してあげようよ。配慮はしてるよ。ちゃんとチビちゃんたちが食べれるように考えてあげてるのよ。はい、どうぞ。ありがとう。あ、また来た。ほら、チビちゃんたちも結構たくましいでしょ。そうだね。みんなで賑やかに楽しくやってるから、これでいいのよ。そうなんだね。はい、どうぞ。あ、また来た。あ、持って行っちゃったよ。みんな食いしん坊だからね。この後もみんな元気よく食べていました。食事の後は掃除です。亀太郎が作ったこの水槽のおかげで水替えがかなり楽になったよ。そうなんだ、よかった。やはり日頃のお手入れが楽な方がいいからね。ですね。ですね。今年も年末年始は千葉へ帰省します。その間赤ちゃんガメたちにはメダカで我慢しててもらおうと思っています。ということで今日はメダカを10匹買ってきました。ちゃんと食べれるかな。食べれるでしょ。なんか戸惑ってる感じだね。うん、思ったより勢いがないね。もしかして餌をあげた？うん、さっきあげたよ。だからじゃない、お腹空いてないんだよ。何よ、シャキが悪いって言うの？あ、そういうわけじゃないけどね。ここからは赤ちゃんガメ対メダカの対決です。赤ちゃんガメはメダカを捕まえられるのでしょうか？それではゴング。なんでゴングなのよ。おーっと、赤ちゃんガメすごい勢いで攻め立てます。これはメダカ軍のピンチです。しかし早い、メダカ軍早い。これはなかなか捕まえられないぞ。どうですかシャキさん？そうですね、これは少し時間がかかりそうですね。で、なんで実況と解説なのよ。いいじゃん、やっぱり試合っていうのは実況と解説が必要なんだよ。昔からそうなんだよ。これ試合じゃないしね。おっと、またまた赤ちゃんガメが攻撃を仕掛けました。ただ追っかけてるだけじゃん。この後もずっと見ていましたが、なかなか捕まえられません。メダカを捕まえるのは難しいよ。しかし少し目を離しているうちに、ついに捕まえていました。残念ながら捕まえる瞬間は見れませんでした。
けど、捕まえたんだね。メダカが素早いから、難しいと思ってたけど、すごいね。そうよね。この子たち、お利口さんだよね。これだったら、年末年始の留守番も、大丈夫そうだよね。ですね。ですね。せっかく捕まえたのに、今度は、捕まえたメダカの奪い合いが始まりました。さすがに、仲良く食べるっていうのは、難しいよね。うん、そういう考えは、ないみたいよ。あと、他の餌でもそうなんだけど、誰かが持ってるのを欲しがるところがあるのよね。やっぱり、人が食べてるのを見ると、美味しそうに見えるからね。それは、亀太郎でしょ。シャキが食べてると、いつも、一口ちょうだいって言ってくるしさ。だって、美味しそうに食べるんだもん。そりゃ、美味しいからね。だから、俺は、この赤ちゃんガメたちの気持ちがわかるよ。あと、生まれた時から、少し心配だった。コウズレちゃんも食べてました。コウズレちゃんも、だんだんたくましくなってきてるよね。うん、すごい元気いっぱいだよ。シャキちゃん、ごちそうさま。安心して、千葉に行ってきてね。行ってきてね。あ、ありがとう。ここからは、水槽プレゼントのコーナーです。以前の動画で、募集した90センチの水槽プレゼントですが、7名の方が手を挙げてくれました。今回は、その抽選を行います。時が来た。それだけだ。何よ。ユン、ついに抽選だなって思ってさ。綱引きはしないからね。え、そんな。それで、今回は、簡単な抽選を考えました。箱を作ったので、その箱の中に、名前を書いた紙を入れて、1枚を引きます。その引いた紙に、書いていた名前の人が、当選者となります。それでは、抽選を、始めます。それでは、順番に名前を書いていきますね。うさぴよさん。なおさん。セバスチャンさん。リブさん。ミリーさん。コウノトリさん。バティさん。この紙を折って。この中に入れます。そしてよーく振って1枚を引きます。今回の当選者はミリーさんです。ということで、今回の水槽プレゼント、当選者は、ミリーさんに決定しました。ミリーさん、おめでとうございます。当選者のミリーさんには、こちらから連絡させていただきますので、連絡をお待ちくださいね。ということで、今回の抽選は、これで終わりです。次は、亀太郎の実作ろ過装置のプレゼントを企画していますので、楽しみにしていてくださいね。ところで、亀太郎、作ってくれた？え、まだ作ってないよ。え、まだ作ってないの？すいません。何よ、早く作ってよね。ということで、いつになるかわかりませんが、亀太郎の自作ろ過装置をプレゼントしますので、また楽しみにしていてくださいね。それでは、またねー。